それではどうぞ。はい、今回10年祭の特別展ということですけど、團十郎さんご覧になっていかがですか。いや懐かしい、父の生い立ちから分かりますし、幼い父と祖父、またそれを教育している絵とか写真とかね、見れたりとか、十二代道家團十郎がどう生きたかということをこうこの歌舞伎座ギャラリーの中で少しでも一人の方でもね感じてもらえるのではないのかなと思って、今回感謝です。10年ぶりに このような機会をいただいて振り返ってみますと、本当に なんというか感情が込み上げてくるというか、当時の父との思い出ですとか、いろいろなことが今振り返って、なんかこうちょっと感慨深いと言いますか、わかる泣きそうになるでしょ。そうですね、かる。市川でもゆかりのものってまだもあると。はい、扇子ですとか、あの陶器のものですとか、書物ですとか、様々。普段使われてる？普段使いません。使う？僕は使わないです。今はもう父が亡くなってからもうちょっと。だから昔の話でしょ。はい、最近使ってませんを否定しないでください。はい、失礼いたしました。はい、で少なからず10年は見てないよ。そう、出してないです。そう、10年間使ってないということは最近使ってないで合ってませんか？どうですか？先生さんの方が安心してる。あ、そうだ、もう全部聞いてください。ぜひお時間ありましたら歌舞伎さん27日までやっております。明日だね、明日からやってますんで、ぜひお越しください。